京橋区の防護団陰防護団とは、1932年から1939年までの日本で民間における防空活動を行うために地区ごとに設けられた団体である。元防災活動にあたる民間団体として東京で構想され、陸軍の働きかけで空襲による大火災に備えることを主任務とし、各地に広がった。1939年に、 警防団に代わることになり、解散した。防護団結成の構想が初めて盛り込まれたのは、1924年の関東大震災の教訓として、1930年に作られた東京非常編採用無規約である。1932年に東京市が防護団の結成に着手し、在京軍人会、青年団、町内会、維持衛生団体、 少年団から団員を得て、地区ごとに防護団を作り、震災記念日である9月1日に東京市連合防護団の発弾式を挙行した。この規約の策定にも関与した陸軍の東京警備司令部は、12月に民間の訓練と合わせた防空演習を計画し、民間で防空活動に当たる団体として防護団を位置づけた。1933年8月に、 関東防空演習が軍人、民間人多数を動員する一大イベントとして挙行され、以後毎年実施された。消防組規則により、法定化された消防組とは異なり、法的根拠がない単なる民間団体であった。そのため組織化も全国一斉に行われたのではなく、住民の防空思想が比較的高い六大使などと試験を中心に結成された。 防護団は陸軍の統制のもとで防空活動をすることになった。防護団は消防組とは並立し予算の取り合いなど各地で圧力が起きた。消防組を監督する警察と防護団を統制下に置いている軍部との間で対立が生じるようになった。ちょうどその頃に発生したゴーストップ事件もこの対立に拍車をかけた。度重なる協議の結果、 防空法の主務官庁は内務省が担当することになり、防護団も消防組に吸収される形で1939年に統合され、新たに警防団が設けられた。防護団の中核を担っていた在京軍人が戦争の長期化で招集され、肝心の戦時下においては指導者層がいなくなるという防護団の弱点が露呈したことで、軍側も譲歩せざるを得なかったのである。 AB 山本唯人、防空消防の展開と民間消防組織の統合過程、95ページ。山本唯人、防空消防の展開と民間消防組織の統合過程、96ページ。山本唯人、防空消防の展開と民間消防組織の統合過程、98から99ページ。ありがとうございます。